さあやっていきましょう。桜大戦実況の桜大戦実況のしどろもどろじゃないか第9話劇場のメリークリスマス。季節はもうすっかり冬ですねというね、冬にできればね動画撮りたかったね。すっかり春です。桜の散ったもう春です。このあの赤いやつってなんつうのかな、サザンカわかんねえ。植物の名前に打って。なんつんだっけ、こういう、ヒイラギか。でーね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 ー。だろうな。織姫あたりはきついんじゃないか、この寒さは。冬の東京の寒さは。確かに気温がイタリア出身だからね。そんな格好してるしね。マリアあたりは全然へっちゃらへーだろうけどね。でも雪が降ったら雪だるまを作ったり雪合戦をしたり、とって面白いよガキが。人によって冬が好きか嫌いか結構違うもんやな。大神派は冬は好き嫌い。俺はね、俺はどうだろう。アザラシはどうでしょう。冬は好きだけど露骨に活動力が落ちるよね。まあ、好きは好きだけどって感じかな。好きだけど、雪が降らんと好きじゃないみたいな感じ。てらららん。どこがいいんだろうな。そうだな。鍋がね。こたつでみかんかな。こたつでみかん食べながらゴロゴロするのめちゃくちゃ好きだけど、しばらくこたつに入ってないね。好きだからこそ封印してる。ダメ人間、ダメアザラシになっちゃうから。誰の好感度も上がらん。この時代では電気はあるはあるわな。あるはあるね。電気こたつなのかな。豆炭こたつなのかな。こたつはね、出さないようにしてるもん。うん。いいけど、ずっと入りっぱになっちゃうから。でもね、多分、省エネというか、省エネにはいいよね。ストーブ使うぐらいだね。冬はミノムシだって置物を着るしな。最近ミノムシあんま見ないね。胸の谷間が、すみれさんちょっと胸を控えて。アザラシで隠さなくちゃ。手袋しとる。建物の中なのに。マリアだけあったかそうな格好してますね。クリスマス公演?奇跡の鐘。今日は特別な日。空が、はは、忘れた。誰が主役なんだい?誰が主役なんだい?それは。主役候補はすでに決まっているのですが、最終的に誰が聖母様役になるのかはまだ未定です。聖母。さあみんな、そろそろ稽古に行こうよ。早く決めた方がいいんじゃないの。っていうかね、大神が選ぶんですよね。なんかこうさ、これはなんか一種のその性癖だと思うんだけどさ、脇役、絶対にスポットライトが当たるわけではない脇役にスポットライトを当てて主役に持っていきたいっていう欲がある。30分くらいしたら私の部屋に来てもらえるかしら。4時45分。了解。絶対行くからね。何の話なんだろう。とりあえず時間まで劇場を散策して暇を潰すか。どこ行こうかな。さくら君に、いや、ちょ。遊戯室行ってみるか。なんかあるかな。でーれれってって、誰もいねえ。誰もいねえ。でーれれれれ。脇役キャラが好きなんだよな。全然なんか、大してなんかこう、大して光るものもない脇役キャラを無理やりなんかこう、引き立てたいという。謎の性癖がある。
性癖っつうか。だからね、椿ちゃんにね、センターに行ってほしいね。椿と話す。めちゃくちゃ椿ちゃんが好き。なんつうんだろうな、こういうの。なんかあるんだと、なんたらみやみたいな、なんたらにやとかありそうだよね、そういう。なんかこう、なんたらコンプレックスみたいな。ブロマイドを買います。なーに買おっかなー。持ってないのもうないんじゃないの？アイリスとか、逆に持ってない説。あ、持ってる。じゃあもう、まマリアで。持ってる。誰持ってないの？じゃあコーラン。持ってる。もうカンナ以外全部持ってるんじゃないか。はい、もうカンナしゃーなしだな。でーれーれー。で、椿と話す。つぼみちゃん頑張ってくれたらしい。だいぶおちょこちょいな感じだけどね。食堂で。へぇ。もうちょっと話す。あ、あれ？北海道行ってたんだ。へぇ、それは心細いじゃないの。いい経験ができてて。椿と話しまくる。あ、もう、会話が。椿ちゃんと北海道いいな。目移りしすぎとる。桜大戦の魅力だよね。なんかこう、みんな大体キャラ好きになるみたいなところあるよね。はい？かすみくん。この辺のキャラはあんまり。あとで伝票整理の手伝いを。5時に事務局に。あ、はい。はい。はい。ああ。やること溜まってんねえ。ただ食堂に、つぼみがいるから、野々村つぼみがいるから、あの冷やかしてから行こう。素人の声優さんが素人の声優さんがね素人がおる売店に椿さんが戻ってくるウィードレスも一周回って好き一周回ってつぼみちゃん、はい、ありがとうございますどこから連れてきたこの素人つまみ出せチューブはそっちじゃないぞ、こっち。間違えました。ありがとうございます。そして失礼します。え、何？ひとしきり笑ったんだが。どうしたんだい？あ、はい、何でしょう。それさ、お？5時から来賓用玄関でポスターの貼り替えの仕事。ちょ、無理だけど。あれ？かすみくんいたの無理。ちょ。いやー、困ったな。片方は誰かに頼もう。カンナあたりを見つけ出して、カンナに頼もう。ちょっと、地下に潜ってみよう。地下潜ら。てん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 。こういう人誰かいるかな？誰もいねえ。徘徊老人とかしてる。はい？はい？なぜここで捕まえるの？売店の商品の整理。はぁ。結局3人頼まれるっていうイベントなんだと思うけどね。だったら俺売店行くよ。井の一番に売店に行かせてもらうよ。まあまあ、まずは舞台でちょっと、舞台の様子を見て、舞台袖から舞台の様子を見ましょう。コーラン、ちょっとこの長さを測りたいの。手伝ってもらえる？
でん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 。あ？これまずいか？ちょっと遅れる？5分遅れるかもしれん。間違えて。しかも出会うメンツがなんか、さくらくんとかになってないんだが。よかったかこれで。なあ、マリア。そうね。どうして下準備だけなんだい？こそこそしてやがる。みんなの様子、楽屋とか道具部屋、行きたいのは山々だが。いや、時間ぴったしに行くつもりだったんだよ。行くつもりだったんだけどさ。あー、怒られる。あー、厳しめ上司に怒られる。すまねえ、遅れちまった。あれ、全然遅れたこと謝らない。花組のクリスマス公演、奇跡の鐘のことは知っているわよね。あ、はい、言葉だけは知ってます。実は花組のみんなからお願いがあったの。はい。大神くんに今度の舞台の主役を選んでほしいと。俺が主役を選ぶんですか？主役候補は今のところ4人いるの。4人。はあ。さくら、すみれ、アイリス、レニ。ああ。以上の4人よ。ガキ2人は遊ばすとけ。大神くん。ああ。はい、わかりました。ピシッ。俺なりに頑張ってます。よろしい、いい返事ね、大神くん。はい。花組のみんなはあなたを深く信頼しているわ。なんかどんな形でもいい、その信頼に大神くんなりに応えてあげてほしいの。なんかシーマみたいな会話になってる。てもらうわ。今日一日誰を選ぶかゆっくり考えてね。もう桜でいいよ、桜でいいよ、でいいよ、で。私も期待してるわ。さくらで。心はね、すみれなんだけどね。初めて桜大戦やった時もすみれを普通に選んじゃったから、それ以外の道が見てみたいっていうね。5時。ちょいちょい。それは椿だけどさ。なんかその楽屋とか全然見なかったな。時間の使い方間違えたか？そんなに失敗した？本当に来てくれたんですね。ありがとうございます。それじゃあ早速ですけど、売店の荷物の整理を手伝っていただけますか？喜んで。やりましょう。全然やりますよ。全然、椿ちゃんのためなら全然やりますよ。大神さん、手伝っていただいてありがとうございました。思わずニコニコになってしまう。いやー、椿ちゃんだな。大神さん。はい。どうかしましたか？いや、ちょっと顔を見てた。全然椿ちゃんのこと見てた。花組の主役を選ぶこと。え、マジで？え？あれ？レンガ亭。マジで。いいよ、全然いいよ。思わずにやけてしまう。もう椿ちゃんルートでいいよ。はい。お話を聞かせてください。いい子や、ええ子や。花組のメンツはこの思いやりが足りん。大神に対しての思いやり、おもんぱかる気持ちがな。やはり椿ちゃんよ。日々の疲れだ。おお。ちゃんとおめかしてきている。そうだったんですか。大神さんがクリスマス公演の主役を選ぶんですね。そばかすがだいぶ目立つ、はっきりと。下の左下のよ、それが目立たない。
髪型もちょっと違うよね、上と下でね。でもどっちもいい。そばかすがあってもいいね、別にね。つばきちゃんクラスになるとね、もはやそれはチャームポイント。アバターもエッグボってね。素敵じゃないですか。で、何を悩んでるんだ。誰を主役にするかなんだよね。残った人のことを考えるとつろうてつろうて、どうしても選べない。そうですね、選ばれなかったら少し寂しいかも。うん、そうだよな。あの、大神さん、はい、こんなこと言うと生意気かもしれませんけど。おお、何か、なんかね、大神さんが一番好きな人を選べばいい。じゃあ椿ちゃんで。じゃあ椿ちゃんで。マジで、じゃ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 、つばきちゃん。大神さんはずっとみんなのことを見ていたんですもの。自分の目を信じてください。わり、つばきちゃんしか見てないよ。ありがとうつばきちゃん、そばになってくれて。偉そうなこと言っちゃってごめんなさい。それじゃあ大神さん、食べましょうよ。オムレス、オムライス。もうずっと行こう、もうずっとずっと椿ちゃんとオムライス食べに行こう。どんな桜大戦、椿大戦だよもはや。いいね、この格好もいいよね。何大戦だよ、わかんねえよ。ということで、クリスマス、クリスマスのその1なんだっけ、戦場のメリークリスマス、劇場のメリークリスマスかな、タイトルは。でね、この曲がいいんですわ。でねね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 ね